1886年版の表紙。国立国会図書館近代デジタルライブラリーより、北高山霊元気と学士山木女紅葉大寺のつて、北高山霊元気と学士山木女紅葉大寺の伝、アキラは、明治時代に刊行された紅葉伝説を記した書籍。江戸時代以後に多く見られた大衆的な実録物の形式が取られている。演劇などを通じて交換に留付している。 続説上の戸隠さんの紅用についての伝説には、いくつかの異動があるため、それについての正しい伝説を土地で集めてまとめたという、胸が、序に示されている。その追い立ちや源の常元の調和を受けた経緯や、流罪になった理由を詳しく描いている。戸隠さんの岩屋に籠もり、盗賊を集め、最後には、平これ持ちに打ち取られる。初版の発行者である、 辻岡文介は、幕末から明治にかけての出版業者。多くの草蔵子や浮世絵を出版していた。本文冒頭には参集人、斎藤はじめ歌氏は、関衣川とある。参集人とする。この二人は名前を借りただけか、架空の人物であるとする説もある。明治19年と、除夜奥付にあるが実際に発行されたのは、明治36年であるともいう。 昭和初期に出版された岩谷さざ波による説話辞典第五縁では都各史さんの奇女の伝説として本書を転居とした内容を掲載している。世間のものには異動があると序で述べられているように本書の内容はそれ以前に演劇や物語を通じて知られていた伝承とは多くの差異がある。また実録物である点から講談や 戦前太平器などに見られる酒飲み同時退治などのように年や月日が挿入されているが、伝説上あるいは物語の中でのものであり、これらが年月日が史実であるという根拠などはない。本書初版の表紙や本文組といった造本は、実録物を活版印刷で数多く発行していた草書の一つ、金庫実録の形式を真似ている。以下、 本作品中の主だった内容を順に示す。一般的に、平これ持ちの紅葉退治の伝承は、脳の、もみじ狩りが基本であり、それに沿った形のあらすじがルフしている。そちらでは、都隠し山へ狩りに来たこれ持ちが、もみじ狩りをしている身分の高い女の集団と、遭遇し、八幡神の加護を持って退治したというのが主な、筋運びになっており、内容を比較すると、 都学士山城女紅葉退治のつては大幅に展開が異なることがわかる。豪華な紅葉見物の場面が存在しない点をはじめ、脳や浄瑠璃などでは、平これ持ちが女たちに酒を勧められよって眠ってしまう場面が著名な場面として登場するが、これも本作では登場しない。逆に自身の体を温めるために紅葉が酒を飲んで眠っている。 平野正門の残党との合流画などが解かれている点も一般的な筋書きとの大きな差異である。都学士山に紅葉たちが籠上する場面などは主典同時の物語からの影響が大きいなどと考察されている。また、源の常元及びその従者、平これ持ちの軍勢に従う武士たちの名称が広く登場する点も大きな差異である。部分的にではあるが、 これもちに従う武士の名として小モ原、次郎、金剛兵衛という名は、近松門左衛門による浄瑠利、仮リ本寺に先行して見られる。紅葉は登場せず別の鬼が登場するものではあるが、都学士山を舞台とする都学士山絵巻では、鬼の大王が軍勢に対して様々な術を使っているなど本作で、これもちの軍勢が都学士山へ攻め寄せて、以後の展開と、 共通する箇所も見られる。このように、先行する作品を基本とした一般的な伝承との差異も多い本作であるが、基女、公用のストーリーとして、明治平成にかけて、その部分部分が伝説として用いられ続けている。吉田す浮世絵の味方形衰者1977年212ページ、国武吉寺。 東学史の鬼たち品の毎日新聞社2003年 ISBN978 から47億8409万9535国分による説、岩屋さざ波、第五縁、第三巻平凡社1935年93から95ページ AB 国部よ指示。 都学史の鬼たちなの毎日新聞社2003年 ISBN978 から47億8409万9535条瑠リ、仮県本寺でも、これ持ちの鬼討伐の年次は、あんな2年の出来事であるとされる。地下松名作集上官日本名著全週刊公開1926年531ページ。 北高山霊源と学士山木助公用大事のつて、辻岡文介1886年1 0丁裏、北高山霊源と学士山木助公用大事のつて、辻岡文介1886年25丁裏、小松和彦、日本妖怪異文録小学館1992年、ISBN4 から09から2 7 3 0 2 x 1 5 2ページ、 地下松名作集上館日本名著全週刊公開1926年531から563ページ。朱松久本、国民伝説類寿大岡山書店1933年273から288ページ。ありがとうございます。